どうも皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、カメレオンの大好物、おやつのね、シルクワームの飼育管理方法についてご紹介したいと思います。いや、シルクワームね、カメレオンだけじゃなくてね、トカゲ類、ヤモリとかね、クレスとかね、カエルとかもね、みんなめっちゃ好きなんですけど、この子たちね、餌として優秀なんですけど、なんせストックがねちょっと大変というかね、もうなんかちょっと失敗するとね、もうぺっちゃんこなってね、もうすぐ死んじゃうんですけれども、このやり方に変えてからね、シルクワームの死亡率結構下がったんでね、はい、結構簡単にできるんで、よかったらね、参考にしていただければなと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、ということでね、今回ね、はい、セッティングするシルクワームたんたちね、こちらなんですけれども、今回使用するケージはね、こちらですね。はい、これ100均で売ってるこういうプラスチックのね、こういう底面積しっかりあるタイプの、まあ、30センチぐらいかなのやつを使用します。はい、こちらにですね、この床材はね、はい、この感じでね、ペットシーツを敷きまして、で、これがちょっとポイントなんですけど、このね、鉢底ネット、これね、くるりんとしてね、はい、こんな感じにするわけですよ。はい、でね、これで、はい、ちょっと高さを出して、これで完成です。はい、もうこんだけなんですよね。ということで、蓋はなしですね。シルクワーム基本的にね、そんな登ったり動いたりね、そこまでしないんでね、このままできるだけね、通気性を良くして蒸らさないように、これコオロギの時とね、また同じなんですけれども、この隙間を開けることによってね、てかシルクワームってね、めちゃめちゃ食べるし、めちゃめちゃうんこするんですよね。なので、できるだけね、この高さを出して、うんちだけね、下に落ちるようにね、はい、するわけです。で、基本的にはこのね、網の上で、はい、生活してもらうわけですね。はい。はい、元気にね、プリップリに座ってください。はい、こんな感じですね。で、基本的にシルクワームってね、これ蚕の幼虫ね、このクワの葉、これをね、食べて育つんですけど、なかなかね、このクワの葉確保するんってね、難しいんですよね。というもね、これね、はい、前回イベントでね、近所のね、裏庭でね、これ小学生がね、摘んできてくれたクワの葉なんですけれども、これをね、はい、ちょっと早速与えてみますね。はい、これ置いとくわけですわ。いや、本当にシルクワームね、めちゃくちゃ桑の葉食べるんでね、うん、これぐらいの1枚の葉っぱだったら多分ね、1時間と持たへんのちゃうかな。ほら、もう早速、え、ちょっとこれ かけましょうか、ここに。じゃあちょっと可愛いんでね、これ食べてる様子観察してみましょうか。こんな感じでね、めちゃくちゃ群がって、はい、みんなけなげに食べてますね。めっちゃバクバク食べてくれてますね。ほら、こっちもね、こうやってね、クワナハをしっかり食べてね、プリプリのシルクワームに育ってくれるわけです。うん、あとはね、一匹死んじゃった個体がいるとね、すぐ掃除しないとね、そこからどんどんね、あの、群れてバタバタ死んでいくのでね、その辺もね、割と乾燥気味で、はい、飼育するっていうのがポイントですかね。はい、じゃあどんだけ食べてるか早送りでご覧ください。基本的にシルクワームずっと食べてずっとうんちしてるので、こんな感じでね、餌は切らさないようにしましょう。はい、2時間経過しまして、見事に全部平らげましたね。はい、こんな食欲あるんですよ。で、下の方にね、うんちはこんな感じで、はい、落ちて溜まってくれてますね。このうんちの余分な水分もペットシーツが吸い取ってくれてるわけです。はい。で、こっからなんですけど、そんなクワの葉用意できないよという方に向けて、こちらね、氷林さんが出している、光マルベリックドライという商品なんですけれども、こちらクワの葉ベースでね、作られた、主にリクガメ、イグアナ、トゲワガマ用の、こちらペーストタイプの餌なんですけれども、なんかこんな感じになっててね、はい、乾燥タイプなので、これをね、水でふやかして与えるとね、シルクワームめちゃくちゃ食いつきいいみたいなので、早速ね、与えてみようと思います。はい、こんな感じでね、水でふやかして柔らかくなったところを、こちらシルクワームに与えていきます。さあ、果たして本当に食べてくれるのか。そう、これ今まではシルクワーム用の餌でね、シルクメイトっていうクワの葉ね、 100% の餌が売ってたんですけれども、それはね、ちょっと水分量が多くて、この要冷蔵ということでね、ストックもそれ大変だったんですけど、これ食べてくれるんだったらね、乾燥タイプなんで、必要な時にだけね、この水でふやかして与えれるんで、めちゃくちゃ楽ですけどね。って言ってたら、ほら、めっちゃ食べてくれてますね。うん。いや、これ本当に普通にめっちゃいいかもしれないです。これだったらね、クワの葉ストックできない方でも、はい、シルクワーム簡単に飼育できるんではないでしょうか。ああ、マジで食べてくれてるわ。
じゃあ早速ね、これからクワの葉とこのマルベリックドライを食べてプリプリになったシルクワーム、我が家の爬虫類ちゃんたちに与えていきたいと思います。まずはこちら、ジャクソンカメレオンの女の子からね、はい、与えていきます。この子はね、基本的にも何でも食べてくれるんでね、はい、このこうやってね、手からは今日は食べてくれへんか、お、食べてくれるか、はい、しっかり食べてくれてますね。うん、水分も、ね、しっかりこれで補給できるんで、はい、本当にね、シルクワーム、カメレオンのね、おやつとしては最適かなと思います。さあ、一匹じゃ足りないと思うんで、もう一匹どうぞ。はい、しっかり食べてくれてますね。ちょっと関係ないんですけど、やっぱなんとなくね、ジャクソンカメレオン、ちょっとね、成長速度遅いような気しますね。まあ、しっかり餌はね、食べてくれてるんで、いいことです。では続いてはこちら、パンサーカメレオンのポップくんですね。さあ、ポップくん、せっかく綺麗な色してんのに、そんな奥で、もうちょっと出てきてください。前の方に。あー、もうええか。はい。でもしっかり食べてくれてますね。あ、ちょ、なしてね。葉っぱも一緒に食ってもとろうかな。さあさあ、もう一匹どうぞ。はい、でも若干この子ね、やっぱ手に対する警戒心まだあるんですよね。さあ、でも餌でね、こうやって、はい、釣れましたね。オッケー。はい、じゃあ次の子に与えていきましょう。次はこちら、映ってないですけどね、こちらジャクソンカメレオンのギロリくんですね。ギロリくんね、もうめちゃくちゃ警戒心強くなっちゃってね、僕が見たらね、こんな感じで隠れるんでね、ちょっと餌でおびき出してみましょう。あー、出てきてますね。あー、でもちょっとピントが、あー、優しく食べてくれたけども、ピント、カメラ頑張れ、ちょっとピント合わせてみましょうか。はいはいはい、映りましたね。はい、こんな感じでね。あ、でも、もう早くも、はい、食ったら戻る木の裏へ。ちょっと、もう一回ね、はい、もう一匹、今度はしっかりね、カメラに映してみたいと思います。さあさあ、出てきてください。あー、なかなか、あ、食べるか。さあ、そのままや。あとベロ伸ばすだけや。いや、でもやっぱり俺の存在を気にしている。あとなんかちょっとピンセットのこのポジショニングが良くないか。あー、食べる。あー、なんでやねんおい。ちょっとね、これピンセットが良くないですわ。ちょっと一旦ポジションをね変えて、はい、もう一回やり直してみたいと思います。さあ、これや、これやったら食べれるでしょ。ギロタン、はい、あー、ちょっと、あー、まあまあええか。はいはいはい、しっかり映りましたね。はい、食べてくれました。はい、ありがとうございました。はい、続いてはこちら、エボシカメレオンのエボミちゃんですね。さあ、エボミもね、はい、よく見て、はい、食べてくれましたね。この子ね、左目はすっかり開くようになったんですけど、右目はね、やっぱり未だにね、開いたり閉じたりのね、繰り返しなんで、まだまだ現在ね、治療中でございます。まあ、ただね、こんな感じで自力でね、餌は食べてくれるようになったので、まあまあまあ、順調にね、回復してくれてますね。はい、2匹もね、しっかり食べてくれました。はい、続いてはこちら、エボシパイドのピコくんですね。いや、もうすっかりね、もうベビーとは言えないサイズになってきましたね。うん。でね、これ見た瞬間にもうロックオンしてますね、顔が。はい。じゃあ、ピコくん、しっかり食べてください。はい、こんな感じでね。はい、このサイズでもね、しっかり食べてくれますね。うん。いやー、しかし、大きくなったでしょう。この子ね、さっきのエボミちゃんとは違ってね、エボミちゃんブルータイプなんですけど、この子はね、結構グリーン味の、緑味の強いタイプですね。まだ全く違ったね、色味でね、この子もこの子で美しいですね。さあ、じゃあもう一匹。あの、食欲旺盛ですね。はい。ワイルドに食べてくれました。やっぱり餌飽きさせないためにもね、こうやっていろんなバリエーションの餌与えるのは結構重要なポイントかなと思います。
まあでもあくまでね、このシルクワームはおやつ感覚で、基本的にはやっぱりコオロギとかね、デュビアとかレッドローチとかをメインで与えつつ、たまにね、こういうふうにシルクワーム、まあ1週間にうちでは1回ぐらいかな、与えるようにしています。ちょっと可愛いからなかなかこれ、次の子にバノタッチできへんな。ちょっと、こんな可愛い顔で見といてくれ。キリないんで。はい、じゃあ続いての子はね、はい、こちら。これはですね、カメレオンじゃなくてね、はい、シェルターの中にいるのは誰でしょうか？あ、出てきました！はい、こちらね、ヒョウモントカゲモドキのカラヒーちゃんですね。はい、シルクワームはね、カメレオンだけじゃなくて、こんな感じでね、レオパも大好きなんですよ。ちょっともう一回ね。はい。やっぱね、粘着が強いんで、はい、なかなか剥がせないですね。ちょっと可愛い姿、ゆっくり見ちゃってください、みんなに。はい。こんな感じでね、カラヒーちゃんもしっかりシルクワーム食べてくれてますね。やっぱりこんな感じでね、レオパもカメレオン同様、違ったね、バリエーションの餌あげると、またね、違ったリアクションとか反応が見れるんでね。まあ、あとは栄養価とかね、バランス的にも、こういう風に、ね、たまに与えるのは、はい、ぜひおすすめですね。どうしたん、そんな見つめ合って。え？だいぶペロペロしてるけど。なんかこのピンセットからでしか食べんのか？この甘えたは。はい、しっかり狙ってね。あ、優しい。はい、ソフトタッチでね、食べてくれましたね。はい。ということでね、シルクワーム、爬虫類のおやつにめちゃくちゃおすすめなので、皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。それでは、本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ、高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。